大丈夫です。なんだなんだ私を呼んどいてその態度おかしいんじゃないですかね。この私がフリーザですよ。なんだ貴様、貴様まさかあのクリリンだな。それさらにまた生き返ってきたのか。マサノリだよ。どうもこんにちは、ごどうさんなんです。やっと若者がわかるものまね。やっとものまねを。今日は一番テンションが上がるタイプのものまね。いやすごい。ありがとうございます。やっぱルーキーだったね。え、ちょっとモーダルとか見せてもらってもいいですか。何でしょう。せっかくだし見たいもん。アニメのキャラクター、モーダルとか、モーダルすごいすごい。全然なんか何かしらあれば掴んでるよ。なんか好きなアニメとかありますでしょうか。逆にバイキンマンとか近いから。あ、バイキンマン全然できます。はい、では行きます。いただきます。ふぅ、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 すごいよ。許さんぞ。なに、今日は誰かの誕生日、そんなこと知るか。ウリ様はこの現場を凍りつかせるぞっていう感じで。ちゃうすごい。だから昨日なんじゃない。昨日だわ。じゃあ今ね、結構話題のワンピースとか言ってほしいですね。あ、確かにワンピースできるのあります。誰か誰か何か。じゃあそうですね、じゃあゾロとサンジの対決。じゃあ喧嘩をやらさせていただきます。すげえ。ゾロとサンジの喧嘩やってみたいと思います。ああ、この場所はなんか知らねえがざわざわしてんな。うるせえ野郎たちばっかだぜ。寝ようとしても寝られねえな。ああてめえ、そんなこと言うんじゃねえ。ここは誕生日のやつがいいんだからな。ああてめえ、そんなこと知らねえんだよ。こっちは寝れてんだ。ああてめえ今なんて言った。そいつに会う？ええ、てめえやんのか？ええ、てめえやんのか？この野郎、この野郎っていう感じでやらせて。すげえ！すげえ！めちゃくちゃすごいわ。本当にお金払えなくなっちゃった。すごいすごい。すごい。だからもう一個ぐらいあります。なんか逆にみんなが分かりそうなエヴァンゲリオン。あ、もっと、あ、もっと新しいやつ、はい、結構みんなが分かる自信がある。ナルトとか例えば。ナルトね。ナルトだと、まあオロチマルとか、まあ、ジライヤとか、そう、地形をよくやってるんですけど。オロチマル聞いてみる。オロチマルいいんじゃないですか。オロチマル分かりました。オロチマルとジライヤの喧嘩。分かりました。じゃあ即興でやります。分かりました。即興でやらさせていただきます。オロチマルとジライヤの喧嘩。あらやだ、今回は誰の誕生日かしら。あら、リンタさん、私そんな人知らないもん。あら、あなたたち可愛いじゃない。私が食べようかしら。おいおいおい、何をしとんだね。そんなこと言うんじゃない。まったくなもんじゃないかね。オロチマル、そんなことをしてはいかん。なんなら、ここには誕生日の人がおるんだから、お前はちゃんと言わなくちゃいかん。あら、あんた噛んでんじゃない。ちょっとこんな場所で噛むんじゃないわよ。おい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 、そこを言うんじゃない。くそ、お前は許せんぞ。ラシンガン。あーやだ、ちょっとやだ、痛い。昨日で、やっぱ昨日で、すげえよ、優勝だね昨日。めちゃくちゃすごい。また別の企画にも出てほしい。いや本当に。いやいや、それだけでも。ありがとうございます。土下座マンになった。土下座マン。いや、クソお世話になりました。クソお世話になりました。長谷部、クソお世話になりました。すげえ。一発よ。すげえ。マジですごい。いや。おもろおもれ、すごいね。マジですごい。テンション上がった、爆上がり。ケントラもめちゃくちゃ盛り上がってます。いやすごいですね。ルフィやりましょうか。ルフィ。ルフィ。あの3日前に覚えました。またそっちまでじゃないわね。やりましょうか、ルフィ。俺の名前はモンキーディルフィ。海賊王になる男だ。すいません。
5000万には響かない。